皆さんこんにちは、ムチョと申します。北さんブラックサンクからまたも大物かっていうことですね。北さんブラックサンク、ソウルオリエンスさんが凄まじい勝ちっぷりでね、牽制杯っていうのを勝利いたしました。いや、あの4コーナーのあたりでのね、ちょっと一掃しそうな感じっていうのは、ちょっと皐月賞のドラメンテなんかも彷彿とさせましたけれども、いや、そこからの瞬発力っていうのは凄まじかったですね。まあ大体去年のスターズオンアースとかまさにそうですけれども、こういうちょっと特徴的なレースをした馬って、これが修正されてくるともうさらにまさに G1 級でもやれるような馬になっていきますからね。一応まあ成長の余地があるっていうことになりますから、いや本当にね、結構それ恐ろしい存在が出てきたんじゃないかなって思いますね。まあでですね、まあ、またもや北さんブラックサンクから日本のね、王道路線中長距離戦線を狙ってくる馬が出てきたということで、いやちょっとここまでね、夢のある勝馬に本馬がなるとはちょっと予想できてなかったっていうところはありますよね。もうこれで重賞勝ちでいったら、もうまさにね、全生産者さんの大目標というか、2歳のマイル戦からクラシックに向かっていけるようなレース、そして最も賞金の高いね、秋の小馬、今後の G1 だったりということで、いやーこれはまさにね、谷月亮1000万円にふさわしい王道を狙っていける勝馬の成績と言っていいのではなかろうかと。まあ言っちゃえばこの成績だけ見てるとね、まあ全兄弟の血筋とはいえ、まあまさにディープインパクトの3区成績のような結果に今なりつつあると思いますよね。まあほんとね、そのちょっとした地味な血統背景から勝馬として成功するのかどうかっていうのをかなりね、多くの競馬関係者さんから不安を持たれたところっていうのは正直あったと思うんですけれども、まあもうこの段階まで来るとそれは覆されたと言わざるを得ないところっていうのはあると思いますよね。ちょっと思ったのは、やっぱり今回の勝ち馬にしてもね、やっぱこうボケの良さも引き出しつつ、北さんブラックの良さも引き出しつつ、それでこう総合力の高い馬になったのかなっていうところはありますよね。結構やっぱり北さんブラックってその前評判からですね、こう車台系の馬をかなり中心につけていたところがあって、一方でその日高系の生産馬ながらもそちらではちょっと見逃された面っていうのはあってですね、まあ、ですからその割合の分 CPI の数値っていうのがめちゃめちゃ高くなってるんですよね。でまあ実際ですね、今回走ったソウルオリエンスなんかもやっぱりお母さんスキアっていうのはその兄弟にはですね、まあ、まさにドバイターフ2着のディープインパクト3区バンドギャルドほか、まあ、勝ち上がってる馬っていうのは、まあ、かなり多い、まあ、優秀な繁殖ではあったわけですよね。他重賞だったね、ラベルもね、お母さん自身も桜花賞に挑戦した馬だったりで、サンクもね、こちらも G1 秋華賞2着があるナミュールがいたりですね、そしてイクイノックスももう超絶神繁殖のシャトーブランシュというお母さんにはなるということで、まあ確かに繁殖の質の良さが今回の結果にもつながってるというふうにはまあ言えるものの、やっぱこう北さんブラックサンクになると、そのスピード性のあるお母さんに北さんブラックのこうスタミナであったり、その気性であったり、あとは馬格の大きさだったりと、そういった部分の要素を補うことで、こうまさに誰もが狙っていきたい王道路線に行けてるような気はするんですよね。結構こう他の勝馬だとですね、こう自身の主張が強すぎてちょっとこう成長型がね遅くなってしまって、それがもちろん決して悪いっていうことではないんですけれども、まあやっぱりこのクラスの繁殖ってなってくるとね、本音を言えばクラシックとかダービーっていうのを大本命にしてる人が多いですからね。であとは距離ですよね。距離的に言っても、もちろんその短距離にね強い馬が出る、そちらで G1 を取りに行ける能力がある3区が生まれるっていうのはね、まあ素晴らしいことではあるものの、やっぱりあくまでね、こう日本の形態で言うと、やはり賞金が高いレースが揃ってるのは中長距離戦線っていうところがありますからね。やっぱりこういう大手牧場さんっていうのはなかなかこう避けてるしっていうのも実際あるところはありますから、やっぱ本音を言えば可能な限り距離がまあある程度持ってほしいっていうところはあると思うんですよね。だからそこら辺がね、こう北さんブラックはこう全く持ってこう自身の印象からするね、その確かにクラシック菊花賞は勝ったけれども、ちょっと晩成タイプかなっていう印象のあるところだったり、あとはやっぱりそのスピード感ですよね。もちろん強い馬ではありましたけれども、あそこまで切れる馬が出るとはね、ちょっと想像できなかったタイプだと思うんですよね。だからそういったところがね、やっぱりこう出てくると、今の日本競馬的に言うとね、ちょっとこれだけ王道で勝てる3区も出てこないんじゃないかっていう見解はあったと思うんですけれども、いや全くもってそういった部分が強調されすぎずですね、こういいとこ取りだけして、あとは繁殖のスピード性を生かすっていうね、いやそういった
3区が非常に多いような気がしますね。まあこれでですね、この種付けシーズン前でのこのまた大きな勝利になったわけですから、まあもう満口っていう状況になってはおりますけれども、いや本当ね、まさにそういった質の高い繁殖っていうのが、まあ、しっかりと北三ブラックっていうのは、まあ、揃ってくる年になると思いますよね。やっぱその全体的にアベリーズががっつり高いタイプではないっていうのは、やっぱりさっき言ったようなちょっと北三ブラックのねスピード性っていう意味では、こう繁殖の質があまり高くないとやっぱりこう勝ちきれない馬が出てくるっていうところであると思うんですけれども、もうとりあえずねしっかりとスピード性を伝えてくれる繁殖を揃えてくれればですね、もうそれにもう注文通りクラシックやオード路線で応えてくれる産駒が出るっていうことがもう明らかに分かってきておりますんでね。まあそれこそクラシック血統であるドバイマジェスティとかね、あとは車代で言うとスタセリタの品系とかソウルスターリングなんかもつけたらね、いやまさにダービーオークスを狙っていく上ではかなりの近道ということが言えるんじゃないかなって思いますね。いやもうやっぱりね、結局は最終的に日本で最も評価される勝馬っていうのは芝の中長距離戦線でどれだけクラシック等を含めた8大競争で走るのかっていうことになりますからね。もちろんマイルやねダートへの価値っていうのもかなり上がってきてる段階ではありますけれども、やっぱ賞金体系的に言ってね、もう圧倒的な差っていうのがまあ実際現実としてなくはないですから、まあ本当そこで今最も目立ってる存在っていうのが、まあ最近はちょっとエファネイアを超えてドラメンティア、そしてこの北三ブラックという感じになってきてますんでね、いや本当にこれからの勝馬界がさらに面白くなってくる展開が来てるなというところですね。まあこういう結果を見てるとですね、もしかしたらシャダイスタリオンの徳武さんがおっしゃってたように、まあサンデーサイレンスに一番近いのはこの馬だっていうのは正しかったのかなというところですよね。本当にサンデー系の主流はディープ系じゃなくて、この北三ブラック系統というか、ここを中心に回っていくんじゃないかっていう風にもおっしゃっておりましたからね。そこまで言い切るってなかなか他のね、多くのディープ系、サンデー系を揃えてる中で言うっていうのは結構な自信がないとできないことだと思いますからね。だからそのサンデーの持っていた心肺機能の高さであったり、体質や体幹の強さに加えて、やはりその気象的な面の良さだったり、スタミナの面だったりっていうのが、さらにプラスされたのが、まあ、北三ブラックっていうことになるのかもしれないですね。いや、本当にね、こういったところも競馬の面白さというか、まあ、血統っていうのはやっぱり奥深いというかね、いや、明らかにディープインパクトになりを務めていた全巨大のブラックタイドが、ここに来て逆転する可能性があるのかって思うと、いや、本当にドラマのある話だなというところですね。いや、果たして本馬がどこまでね、今年リーディングを上げてくれるのか、順位予想では、ちょっとさすがに世代数少なくて上位に私はしなかったんですけれども、ここまでクラシックや、いやイクイノックス、ガイアフォース、コバの王道でやれる馬がいるって考えると、いやワンチャン G1 勝ちまくればリーディングもあるのかとかね、一応ディープインパクトとかキングカメハメハっていうのはまさに4歳世代になった時に取ってはいるんでね、まあ数的には当然その中でもかなり少ない部類には入るんですけれども、いやそれ達成してきたら、いや相当異業だとは思いますよね。ということでね、皆さんは勝馬北三ブラックに対してどういったね可能性を感じておりますでしょうか。少しでも参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。